京阪地方に現れた臨時雇いの中居のことで、料理屋、待合、宿屋などに雇われて、客の相手をし、しばしば売春もした。配膳、後片付けから、安い花台で主席の接客もすることから重宝され、数年後には東京にも広まり、第一次世界大戦後に最盛期となった。派生後に、雇な芸者、雇名クラブなどがある。女性の雇われ人を単に意味する。 一般用語の雇い目とは異なる。元は大阪で始まり、後に京都に広まり、その後東京にも広まったが、東京では関東大震災の3年ほど前には消滅し、もっぱら髪型に見られる名物であった。客の求めに応じて、どこへでも出向き、芸技の役目と将棋の役目を合わせ持ち、京都では雇なクラブなりの組織に属し、大阪では 元締めの女性が仕切っていた。芸商儀と違って前借金や年季がない分自由であり、花代の取り分も半分をクラブと料理屋に払い、残りは自分の収入にできた。園席での接客だけでなく、家事手伝いから結婚式の売借人の真似事などまで頼まれれば何でもした。1916年には雇い仲い 雇い仲居置きや営業取り締り規則が制定され、営業には警察署への出願が必要となった。1940年時点で登録のあった京都の雇名クラブは33件あった。小田作之助の小説、夫婦全在』では、食い詰めるたびに、雇名で稼いで夫を助ける元芸者が主人公で、雇名というのはいわば臨時雇いで、 宴会や婚礼に出張する遊芸な会のことで、芸者の花台よりは随分安上がりだから、下地臭い宴会からの需要が多くとヤトの姿を描いている。また、小田は、それでも私は行くでは、ヤトとなった、主人公が客との泊まりを求められ、お尺だけをすればいいと聞いて、木屋町のヤトクラブに入ったのだが、京都のヤトは、大阪のヤトと違い、お尺だけでは済まない。そして、 大抵の儀がほとんど例外なしと言ってもいいくらい、そんな客を取っているのである。無論、遊客のように強制的ではない。客を取る取らないは、女の自由意志にあるのだがと書いている。ありがとうございます。